大丈夫か？人の来ない場所を見つけた。あそこなら日当たりもいいし、誰にも邪魔されず。鳴らしたコードがまずかったんだ。俺よくみんなに何も考えてなさそうって言われるし、思えばこの出会いから加速度をつけて俺の世界が動き出したんだ。おいおい、しょげんなよ。教えて、俺にそれの弾き方を教えてください。多分人より表現するの下手くそだから。あの頃のドキドキした気持ちは薄れていった。俺も昔はあんな目をしていたのだろうか。曲名は知らない。お前の歌に俺の心が動かされたからだよ。ぐちゃぐちゃだ。